以前もですね、日本ファクトチェックセンターですね、リンク貼っておきますから、まあ見てください。でここのやつを使ってですね、ファクトチェックをしてくれてるやつで、パワハラをしてないということがですね、まあ、パワハラをしてますよねと、パワハラの定義に当てはまってます。つまりもうパワハラの定義、パワハラを県職員の中でももう実際見てるんだというようなことで、パワハラしてないということは言えませんよということを言うたんですけども、今回もですね、ファクトチェックセンターでまた新たにですね、これ今度奥谷委員長がパワハラなかったというふうに発言をしているというようなことをですね、私のコメントにも書いてくる人がいてますので、ちゃんと見てよということで、これファクトチェックセンターがまた調べてくれてます。でそれをお伝えをいたしますけどもですね、これがですね、結局私の認識では明確に知事の方がパワハラを受けたという方はいらっしゃらなかったというところだけを切り取ってるんです。でところがその後に、職員自身では評価できないという方もいるので、我々でパラに当たるのが評価をすると、で厳しい指摘を受けたことがある方は結構いたということを言うてるわけですよ、奥谷委員長ね。ところがその部分は切ってるわけですよ。でそういうようなこの切り方をしたものをですね、なんでご信用するのかよくわからんんですけど、百条委員会って公開されてますからね、その後のこの記者のぶら下がりというか、これも公開されてるわけでしょ。それやったらですね、それなんでそれ見えへんのかの意味が分かれへんのですよね。でこう簡単にそういうところの切り取りだけを使ってですね、騙されるというようなことです。まあ言うたら、日本にゴジラが来襲しましたというとこだけを取ってですね、でそこだけバンバカバンバカ流したら、ほんまにゴジラ来たらしいでということになるでしょ。そうなるわけないでしょ。だから備えして考えたらですね、こう分かりそうなもんなんだけど、なんで備えして分かれへんのか、逆に私は不思議なんです。ほんでそういうことをですね、私は騙されないで真実に突き当たったんです。あ、そうですか、何の根拠なんですかと。でしかもあなた、そういうことの訓練をどれぐらい受けてきたんですか、どれぐらい日常的にそれやられてますかということですよ。私なんかでもまあまあ言うたら、日常的にはいろんな情報で、政治の情報なんか山ほど来ますからね。でそこに対して、これほんまなんかというようなこととですね、明らかに出してたら、それが本意でないとしてもですよ、それはまあほんまなんだろうということで出したりはしますけども、一応裏は取りますよね。これどうなんと、この表に出てない話なんだけどっていうので、周辺をね、周辺聞き込みとかを直接私やるんです。で聞き込み、誰がやったか、で誰に聞いたか、誰がそのもちろん責任持って、それはですね、その後で名誉毀損なんかでやられた時もですね、証拠で出せるよねというような、そういうような形でやるんですけども、で名誉毀損でも私は訴えられてますよ、長野市長で、長野市長の父親である高尾氏、これ府会議員も市会議員もやってます。で当時前田市議ですね、これも維新軍団から訴えられててもですね、1600万ですよ。これ3年かかって弁護士抜き で105ほど論点があったんですけど、それも粉砕してます。それもブログなんか書いてますけども、だからそういうような経験って何回もしてるんです。でその中で何が事実なのか、事実の積み上げの真実なのかというのを確認をすることを、私は日常的、ほぼ日常的にやってますからね。だから、まあ、それでも騙されないっていうことはないですよ。騙されることはあります。だから、なんで騙されるのかっていうのは、そういうことをやってないことを、やったことないのに、まあ、車運転したことないのに車運転せえって言ったらぶつける可能性ってあるわけですよね。せやけども、まあ、毎日ドライバーとして乗ってます、毎日毎日ぶつけないでしょというような話なんですよ。こうもう慣れという部分もありますけども、もう匂いで大体わかりますよ、こうおかしないかっていうのはね。だからそういうおかしないかっていう嗅覚が効かないであればですよ、不用意にそれは公のとこでね、仲持ちで話して、俺こんな思うねんっていうのはええか知らんけども、仲持ちの中を飛び越えてネット上に書いたら、それはもう公で発言してるということになりますので、名誉毀損に当たったりですね、まあ、刑事罰ありますからね、侮辱罪、名誉毀損罪っていうのはね。だからもうぜひ気をつけていただきたいよね。またこういうのに惑わされないようにしてくださいよという話でございました。